こんにちは、サボテン大好きジェムおじさんです。今日は太平丸の種まきの秘訣について紹介したいと思います。ちょっと前に今年の園芸のテーマはということで紹介した動画があるんですけれども、そこで太平丸の2升ですね、種をまきまくるというふうに紹介しているんです。で、その動画でお伝えした通り、太平丸っていうのは発芽率がね結構よろしくないんですね。私も去年の春にたくさんいろんなさまざまな産地情報のついた太平丸を巻きまくったんですけど、ほとんど不発でした、残念ながら。一部本当にわずかに少し残ってたりもするんですけども、何も処理をせずに巻いたところ、まあ、ほとんど発芽しなかったという大失敗を経験いたしました。まあちょっと悔しいなということで、ネット上で、まあ、いろんな情報があったんですね。太平丸はやっぱり結構ね発芽が難しいという情報がやっぱりありまして、何も処理をしないで巻くとやっぱり発芽がねしないと、発芽率が非常に悪いということで、で、まあ、ゲットした情報をもとに自分でも少しアレンジをして、去年の暮れですかね、まあ、秋ぐらいにちょっと試しにやってみたところ、なかなかいい成果が上がったので、まあ、その秘訣をね今日はせっかくなんで復習を、していきたいなと思います。大ヒントなんですけど、これです、これ見えますか。ということで、結論を最初に申しますと、太平丸には酸が効くということで、混ぜるのは危険ということですね。で、その辺の、まあ、詳しい話を今からお伝えしますので、お楽しみにしてください。それではご覧ください。それでは、実験をね去年やってみたので、その実験の成果をご紹介したいなと思います。まあ、ネット情報では、まあ、太平丸の種は何がしかの、まあ、酸でね、硫酸とか塩酸とかそういったもので少しこう種を漬け込んで種皮を傷つけてから巻くというのが、まあ、近道ということではあるんですけど、なかなかね硫酸とか塩酸とか検出することが難しいので、私はこの、ね、酸が効くサンポール、これがね原材料は、塩酸ですね、塩酸 9.5% ということが主原料になってますので、まあ、薬局で、いろんなさまざまな手続きが必要なその原液、塩酸の原液とかね硫酸とかそういったものを購入する必要もないかなと。で、後処理も簡単ですので、入手のしやすいサンプルを試してみました。で、実際の実験は種をね、太平丸の種を、これちなみに去年の8月の16日に撒いてるんですけど、水に一晩漬け込んだものと、処理のものと10時間漬け込んだもの、そして、15分、サンポールに15分漬け込んだものと、30分漬け込んだものということで比較してみたところ、こういうことでね、ちょっと残骸があるんですけど、これは多分無処理のものが1株だけ発芽したんですね。で、水で10時間漬けたものは発芽しなかったと。で、これが、まあ、ちょっとね、発芽した後の管理が悪かったんで、もうちょっと枯れちゃってますけど、15分漬け込んだものが発芽率が良かったですね。で、30分漬け込んだものは、確か記憶では1株、1つだけね、発芽したんですけども、その後消えてしまったということで、15分前後がいいんじゃないかなという検証結果のもとに大量にね巻いてみたんですね。ちなみにこれが10分漬け込んだものですね。発芽率ねいいんじゃないですかね。結構たくさん苗ができてます。で、こちらが15分、こちらも悪くないですね。これが15分ということで、まあ、10分ないし15分ぐらいかなということなんですけど、まあ、他にねちょっとまた別のパターンとして20分ぐらいつけたものもやってみました。で20分のでね、20分のやつはあんまりこう発芽率が良くないというか、発芽の、まあ、管理の仕方もあるんですけど、あんまり残ってない感じがしますね。ということなので、おそらく一番いいのが、まあ、15分ぐらい
10分ないし15分くらいが一番いいかなと思っております。なので、今年は私も種を大量にまくんですけども、15分ですかね、15分サンポールにつけて、15分経ったら水できれいにすすいで、それを、あとは一般的なサボテンの箸と同じで清潔な用土の上に巻いて、覆土はしないという感じでやっていこうかなと思います。はい、以上で太平丸の箸の秘密についてご紹介いたしました。ということで、お分かりいただけましたでしょうか。太平丸の衣装にはサンポール、酸が効くということで、箸をする前に種をね、少しこう酸の力で硬い種を、溶かすというかね、種皮をちょっとダメージを与えるという処理が必要不可欠じゃないかなと思います。ただね、やる長さは結構ねポイントかなと思います。あまり長くやりすぎると肺におそらくダメージがいっちゃって、発芽率が逆に悪くなったり死んでしまったりする可能性もあるので、適度なね、10分とか15分とか、それぐらいの時間でちょっと試してみるっていうのがいいかなと思います。これはこれが本当に正しいかどうかは分かりませんし、私がこれがちょっとやってみたという自分の体験をちょっと皆さんに共有したということですね。これでやるもよし、またね別の自分のやり方で、トライしてみるのもよし、さまざま人それぞれ独自のやり方を開発して、またそれを情報をね共有し合うっていうのが園芸の醍醐味じゃないですかね。ということで、今日はね太平丸の箸の仕方、3月の箸に向けての準備をねしてみました。本日はご視聴いただきまして誠にありがとうございました。